皆さんかけてらっしゃいますかね、個人の医療保険、この医療保険の加入者が新型コロナに感染した場合支払われる入院給付金というのがあるんですが、今後条件によっては、その給付金がもらえない人が出てくるかもわからないというお話です。個人でかけている医療保険の加入者、先週その支払い対象の見直しが実は国から出されたんです。じっくり見ていきましょうか。こちらですが、保険会社によるコロナの入院給付金の支払い額なんですが、ここ見てください、はい、今年の3月以降急激に増えているんですね。はい、その9割以上が自宅やそれから宿泊施設で療養するいわゆるみなし入院と呼ばれる人で、これまでは感染拡大に伴う特例措置として支払いの対象だったんです。はい、しかし国は今月1日患者の全数把握の見直しと同時に保険業界全体に支払い対象も見直しを検討するよう要請しました。これを受けて保険会社各社は65歳以上の人や入院が必要な人、重症化リスクがあって治療薬や酸素の投与が必要な人や妊婦に限定することを検討しています。そのために条件に当てはまらない場合、みなし入院となっても給付金が支払われなくなってしまいます。ファイナンシャルプランナーの長谷川浩一さんによりますと、特に個人事業主の方などは働けなくなると収入が入ってこなくなるので、医療保険だけでなく休業損害保険など別の対策を用意して備える必要があると話しています。